寝耳に水だったあの鬼親父が倒れるなんて。なんだよそのしけた面は。まるで俺が死ぬみたいな顔しやがって。どうしたのシロ、最近釣りが趣味になったの？親父がね、いつか一緒に俺と釣りに行きたいって言っててさ。一緒に行こうって約束した湖があるんだ。元気になったら一緒に行こうって約束したんだ。シロさん、あなたがガンです。え？お父様以上に良くないと言えます。じゃあ親父は俺の死を見取ってから死ぬってことですか？俺、親父に何一つ親孝行できなかった。今まで親不孝者だったんです。それに気づいたからこうやって親父と向かい合うって決めて。それなのにこれ以上の親不孝ないですよね先生。でも言いにくいことこうズバーっと言うよね、陽子は。言いたいことをきちんと言ってるだけです、私は。お前と行きたいんだ、二人でさ。早く結婚しよう。お父さんに報告しよう。いい男になったな。それぞれの思いを胸に何を伝えられるだろうか。ちゃんと伝える。